はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、もうそろそろ強化来るんじゃないかなと思ってるんですけど、ボルカニックデッキ、スネークアイを組み合わせたデッキ、財宝スネークアイを組み合わせたデッキ、財宝ボルカニック、こちらご紹介していきたいというふうに思います。これね、ツイッターでケンケナツモさんっていうなんかそのボルカニック大好きな方がいらっしゃいましてですね、ケンケナツモさんの、構築をちょっと参考にさせていただいてるんですけども、マスター1到達されたっていうツイートされてたんで、多分ね結構強いんじゃないかなと思って使ってみたんですけど、強いです。これね、何が強いかっていう話をねいくつかしていくんですけど、まずね、財宝スネークアイギミックが強いのはまあ当たり前だとして、これディアベルスターでコスト切るじゃないですか。なんかその手札かフィールドのカードコスト切るじゃないですか。コストとしてめちゃくちゃ優秀なカードがあるんですね。これが、まず石付けのカードですね。石付けのカードはまあ当たり前に相性いいんですけども、これブレイズキャノンマガジン、これね、いや目から鱗だったね、これ確かにと思ったんだけど、これ自分が相手のメインページに墓地のこのカードを除外するとデッキからボルカニックカードを一応墓地を送るっていう効果があって、でブレスキャノンマガジンでそのバックショットっていうカードを墓地に送ることによってバックショットの効果でサンダーボルトが打てるんですよ。これ相手のフィールドのモンスター全部破壊するっていう効果を、これマガジンの効果によって実質フリーチェーンで打てるんですね。だからこれを墓地に叩き落とすことによってフリーチェーンでサンダーボルトが打てるようになる。でさらにそこにプラスして財宝スネークアイの動きができるっていうデッキになってます。で、手札から捨てたいカードが結構やっぱ多いんで、こういうカードが多いんで、禁じられた人質も採用していて、まあ、一応後手のまくりにも結構使えるんじゃないかなっていう感じで、構築されているようなところですね。はい。ちょっと元気なツモさん式の方ではジェットシンクロンとか入ってたんですけど、まあ、ジェットシンクロンなくても勝てんじゃないかなと思ってんで、ジェットシンクロンのギミックちょっと抜いちゃったんですけども、使ってみた結果でもすげえ強かったし、そのブレイズキャノンマガジンがマジで最高に活躍してくれてるんで、はい、もうめちゃくちゃ楽しいデッキなんで、よかったらね皆さんも使ってみてください。はい、やっていきましょう。この令和の時代にボルカニックロケット召喚から入れるの嬉しいでしょ。はい、デュエルスタンバイ。ボルカニックそろそろ新規来るよな多分な。炎属性最近ね、ディアベルスターも来てだいぶ強化されてるから多分来ると思うんだよね。もうちょっと一回さ、あれだな、サーチしてからにするわ。まあ、チェーンすればいいでしょ最悪。ボルカニックロケット召喚して効果ドロバ打たれたらチェーンすればまあ多分大丈夫だから、速攻魔法なんで、ね、財宝狩りは、あ、オッケーない。で、財宝狩りの悪魔発動。いやー、これ石図捨てるかさ、このボルカニック、ブレイズキャノンか捨てるか迷うよなこれ。まあでも G 打たれた時のためにさすがにブレイズキャノンマガジン捨てるのがいいんじゃねえかな。マガジンさえ送っといたらいつでも G 止まれるからね。フリチェサンダーボードやから。で、おそらくこれそろそろ3分になるんじゃないかと言われてる女の効果によって、で、タシルイヤー持ってきて、はい、これで、財宝狩りの悪魔は一応あるので、まあ、これで、まあ、リクルートしてくるしかねえよな。うらら打たれたらさすがに G 打つしかねえのかな。これまずうらら打たれて G 打たれて、G オッケー、まあ、G は穴でいいわ。うららじゃなくてよかった。はい、G は穴、ケツ穴確定。これさすがになんかコスト強かったな。ブレイズキャノンマガジン落としてあるのめちゃくちゃ強いな。トラップ、高トラップカードマジで1枚墓地落ちたら仕事するのめっちゃ強いからね。でスネークアイエクセルを特殊召喚。あ、ちなみに一応ボルカニックなんけ、モンスターもレベル1のモンスターいるんですけどね、まあ、ちょっと今回入ってないんですけど。さあポプルスサーチして、でそのままポプルスを特殊召喚。なんもなさそうですね。あと2ビルだけかな一応。2ビルちょっと鬱陶しいけど、まあ一応ブレイズキャノンマガジンの効果で3ボル打てると考えればまあギリギリ耐えてるみたいな。でこれジャガー神言でスネークアイでもう即座に発動しておくと、こ2ビル打たれた時にちょっと出てこれるんで一応ね、なんか一応カワーリングできる時もあるみたいな感じだ。でスネークアイポプルス、これ何回目だ、 1,2,3,4、 これ5回目だな。チェーンが映らない。2ビルなさそうですね多分。なんとかなりそうな気がするな。
リベルなければまあ盤面結構自由に作っていいと言われていたんで、スネークアイポプルスを墓地に送ることにより、スネークアイオークを特殊召喚、そしてスネークアイオークの効果、自分の墓地からレベル1の炎属性を特殊召喚、さらにスネークアイオークの効果発動先でいいよな、これでフランベルジュリリースして自分のデッキからまあワイトバーチでいいかな、ワイトバーチ特殊召喚で、スネークアイフランベルジュラゴンの効果発動、ほいほいモンスター並べすぎなんだよな、これマジでアンチホープ出るよマジでこれアンチホープ出んだよこのデッキ作るしかねえか、アンチホープアンチホープスネークアイレベル1のモンスター4体並んだ後アンチホープでの、あまりにも弱いけどな、あまりに弱いけど、なんか優勢権映ってんな、なんだこれ、召喚ムービー見てんのかな、召喚ムービー見てる時もなんか若干優先権映る時ありますよね、あ違うわ、ビーステッドだ、これビーステッドや、優先権映ることないわ、召喚権じゃなくて、あのあれ見てるだけで、ムービー見てるだけで、多分これ多分ビーステッドやな、多分これあれだ、マスカレーナが墓地行ったから多分これってことは、これあれかフランベルジで置けねえのか、だりーな、まあ、一応ちょっと1枚ドローして、なんかヒアカードあったっけ、わらしとか入ってるんだよな、でもこれこのデッキ確か、あまあ、いや弱えー、ゴミ引いたゴミ引いたゴミ引いた、いやどうすっかなこれ、いやまあでもフランベルジュで置きに行くしかないよね、もうちょっとこれ置きたいですけど、なんかありますね、え多分これ B セットなんだよね、いやまあそうだよね、ドルイードうぜえ、ドルイードうぜえ、マジでマジでうぜえ、うさ立てるべきだったか先に、えこれ先うさったかこれ、うぜえ、やべえ、これ先うさったっぺえな、これマジで一回リンク2とか挟んで先うさか、なるほど、マンブロイル抜くしかねえか、ドルイドうっとうしな、まあ、4行くしかないか、3と1だな、まあ、どっちこっち、まあ、どっちでもあんま変わんねえな、フランベルジャーちょっと残しときたいんで、こうしてほんで俺石津墓地送りてえな、これちょっと石津墓地送るわ、リンクリボディやでさ、まあ、ちょっとリンク値めちゃくちゃもったいないけどね、 4と1で2作ってるからめっちゃもったいないんだけど、これこうしといて、まあ、これでエンドなんじゃないかな、うん、マスカレーナ本当はね、マスカレーナからのトロイメアユニコーンとかで墓地送ろうかなと思ってたんですけど、多分手札墓地送る方法基本的にないから、もうこれしかないよね、うん、いやこれリンクしてからドルイドの効果起動されなんか踏まれるのめっちゃうざいなこれ、あーはい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 、チキンレースですね、これ相手も同じようなデッキなんじゃないかな、チキンレース入ってるということはまあ多分ですけど、最近だと財宝とかが多いかなっていう、まあ一応まあの何、うわー何これ、あーでやめるさ、強いその動き、その動き強その動き強はい、対象は、対象はどれどれだろうね、まあ、フランベルジュ、フランベルジュなのかな、わかんない、フランベルジュなわけないか、ディアベルスターかな、ディアベルスターで多分シルビア踏みに来る感じかな、でシルビア効果使ってまあ、あいやでも使わなくてもいいか、どうせ戻ってくれるから、まあ、ちょっとハッカーがうっとしいけど、まあ、ディアベルスターの効果起動して、まあ多分これ財宝狩りの悪魔とかですよね、多分ね。これね、チキンレースのね、なんかね、利点はね、ほんとソウルズがめちゃくちゃ強く使えるというところらしくてね、ほんとに強いんだよ、ソウルズ。チキンレースからのソウルズの動き。まあちょっとフランベルジュ効かないな。フランベルジュリリース&、ディアベルスター特殊、
で、まあ、一応荒らし気がするか。フランベルジュ効果、ディアベルスター効果、起動して、いや、これ、石津、まあまあ強そうだけどな。相手の墓地戻せんのね。で、これ、次のターンの、お前押し込むぞの宣言。お前押し込むぞ宣言。で、蘇生&ホワイトバーチ。あー、難しい、これ。いや、難しいな、俺。こうかな。いや、むずい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 。どうしよう。これがいいか。こうして、こうして、で、チェーン1、ウララケア、エクセル、アンド、スネークアイオーク発動。で、対象が、ポップルスじゃなくて、ホワイトバーチでいいな。ホワイトバーチ蘇生、ポップルス、サーチ、ポップルスサーチして特殊召喚。で、ポップルス効果で、現在法が財宝がリセット。まあ、サーチ。ちょ、やばいやばい、時間ない、時間ない、時間ない。ちょ、待って。ちょ、マジで時間ない。ね、ちょ、待って。これ、使えるカード多すぎ。ちょ、使えるカード多すぎだろ。はい、行こうか。で、これで、これ、OK。ちょ、マジで、焦る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 。22秒、22秒、22秒。22秒やばすぎ。押し込まれますね。はい。僕、押し込まれるそうです。私、押し込まれるそうです。まあ、多分これ、さすがに、それないや。そっちだと使うか。ホプレスを、何こ、コストにして、デッキからリクルートをすることができる。で、これで一応、フランベルジュ出す。OK。で、これ、不発。で、これで、魔法ザップゾーンに置く。うわー、わかんない。ちょっと待って待って待って選択肢多すぎなんだっけ。やばい、残り12秒でさばけるかな、俺。シュルビアと一応まだバックショットあるんですけど、はい、なるほど。あ、これはさすがにシュルビアか。やばい、マジでやばい。で、向こう、現在歩スネークアイ向こう、やばい残り10秒ですけど、私残り10秒ですけど、なんとかなりますでしょうか、私。これ、うわあ、やばいマジでやばい、マジでやばい。お、出せばよかった、出せばよかった。ちょっと、もう使おう、これ。もこれで貼られた時に使おう、これ使おうブレイズキャラマガジンの効果。デッキからボルカニックを墓地に送ることによって、バックショットの効果が起動するぞ。残り5秒だ。いけるか。うおー、効果発動。いけ、バックショットの効果、相手のフィールドのおっさんを捨てて上がり、ババーン。効果起動。ちょっと待って、なんか、あ、キャンセルやん、これ。待って、やばい。あこれ強制か、これ強制か、これ。やばい。残り0秒です。タイムレスコンボ炸裂。これがタイムレスコンボよ。これリグ実況チャンネルにご用達し、タイムレスコンボ圧倒的。危ない。うわ、これ本当は邪眼神殿でさ、だけどフランベルジュ出して、フランベルジュで相手のフランベルジュパクって落ちたかったって。そしたらアルティメットフランベルジュ来たのに。最悪。どうしたらいいんだ、わからん。ジャガン神殿でなんかモンスター出したら出てくるよな、これ。てか、これ打点足りてるか、これ。打点足りてる説あるか。ちょっと待って。攻撃表示、攻撃表示。これ今いくつ ?7 球?あ、足りてるやん。もう投げるか。ちょ、なんかもう時間ないわ、殴ろう。いけ。マジで危ねえバカ危ねえ。ちょ、クソっていいけど、ちょ、だいぶ回すの慣れないと、ちょっとこのデッキ使いこなせないかもしんないわ。まあ、勝ったからよし。あー、いいね、このブレイズキャノンマガジンと財宝狩りがある、この手札俺好きなんだよな。これマジでさ、なんか後手枠にも使えるんですよ、ちなみにこのブレイズキャノンマガジンが。すごいね、やっぱりこのカードはね、めちゃくちゃ強いね。久しぶりに使ったけどね、このブレイズキャノンマガジンっていうカードね。久しぶりに使ったけど、めちゃくちゃ強いといったところではある。はい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 、ディアベルスターね。オッケー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 、いいでしょう。
さあディアウェルスタ効果、財宝セットリクルート、まあまあまあいいでしょう。うららどこを当てるか問題なんだよな。これどこ当てるのがいいんだろうね。これなんかさ、これ現在のスネークアイにぶち当てるか、またはスネークアイのなんかエクセルのリクルート効果にぶち当てるか、どっちかじゃん多分。でも貫通されるんだよなこれな、スネークアイエクセル持ってるとな。これエクセルのさリクルート効果に当てた方がいいのかな。ちょっとスネークアイの止め方募集してます。いやでも冷静にかけてさすがにあれか、スネークアイエクセルのリクルート効果に当てた方が、まあでも何デッキか分かんねえよな。でも正直だってさ、スネークアイエクセルが出てくるかどうかももはや怪しくない。まあでもあれか、でもあれあのなんかハイドランドとかだったらハイドランド当てればいいのか、うん、あの後打ちでいい気がしてきたな。ちょっと早い可能性はある。ピュアリーでしたし、としてはい、うらら1枚では止まらなそうですただこれデリシャスメモリーが拾えるかどうかちょっと怪しいからな。未来竜王はでもほぼほぼ出るけどね、多分未来竜王はほぼほぼ出る。いや未来竜王きつくね、これブレイズキャノンマガジン、これ意味ないやん、最悪。あいつ破壊耐性なんだよな。これなんかね、財宝ピュアリーみたいなデッキもね結構強いらしいですよ普通に。はい、あ、このデッキもまあまあやると聞いてますけども。さあピュアリーの効果でポプルスゴーストリックショットマイフレンド、なるほど。ショットポプルスマイフレンド、マイフレンド回収ね、了解了解。でマイフレンドだから、まあ今多分そんな何もなくて何もできなくて、多分これリープとあれでしょ、マイフレンドでしょ、リープマイフレンド X だよねこれ。あと1枚分かったっけ。ピュアリーもかわいそうだよな、ノアール来る前にさデリシャス1になってるのやばくねえかピュアリー2になってデリシャス1になってさ、意味わかんないよなこれ。やべえ、あいつデリシャス拾いに行ってるぞオッケー、危ねえ。さあ何の成果も得られませんでしたっつって、何の成果も得られませんでしたっつって、ちなみにもうピュアリー2体出てくるから、もう出てくることないからねピュアリーが。多分これデリシャス拾いじゃないんだよなこれ多分ね。ってことは多分ね、パーフェクトノワールが出てくることは多分ないと思うんだよな。あ、ビューティーだよね、そうだね。でビューティーで無効にした後に一応多分リープでノワール出てきて、まあ一番薄い一無効一無効みたいな感じなのかな多分盤面的には。うん、まあ、そんな感じするね。でデュラハンからのこれ多分ゴーストリック、打点子で、打点子でショットサーチして、でショットでもう一回打点子作って、打点子打点子ミラリオーション多分ね、これうん多分そうだと思うんだよね。ってことはだ、まあでも言うてどうやって相手が妨害使ってくるかによるけど、まあ、ブレイズキャノンマガジンが通ればワンチャン、あいつはしょれる、ミライリュウオ以外のところ、うん、でゴーストリックを打点し、まあ、素材が5個ないとね、あのノワール君は効果を受けるから、まあ、ブレイズキャノンマガジンでもサンダーボルトでもしょれるからね一応ね、まあ、速攻魔法で破壊させていない限りはね、はい、ゴーストリックショット OK いいだろう。でデュラハンでショット回収、はい、で2体でエクシーズして、未来竜王まで行くと、了解了解。っていうことが増えて未来竜王ね、多分1枚リープでしょ、1枚リープとショットと、ちょ、なんだっけ忘れた、ショットリープ X わかんねえか、分かってんだっけ、ちょっとあんま覚えてない。うららおっせえな、押せなくもねえか、あの初手できてた、遅くもねえわ、で今は弱いわ。で財宝外の悪魔発動、頼む止めないでくれ、やめろ、よし。これでディアベルスター持ってきて、いやこれディアベルスターに未来竜を使ってくんねえかな、これディアベルスターに未来竜を使ってくれる奇跡起きねえかな、これでコストないかったら相手あれだろうみたいな、財宝狩りの悪魔打てないからいけんじゃねえかみたいな説あるでしょこれ。でもさすがにピュアリーの方からか、あ、やった、パクる方優先してきたぞ相手、来た、いけるいけるいける、ブレイズキャノンマガジンこれ発動できるってことは実質、いやこれはね弾丸装填完了してるよ
来た来たぞ、ブレイズキャノンマガジンを舐めやがって。バカめ、ディアベルスターのコストで送っておいたブレイズキャノンマガジンの効果を発動。速攻魔法回収されるけど、多分ねこれなんとかなると思うんだよな。うらら召喚して、あの財宝狩りで多分いけると思う。でボルカニックバックショットの効果、バックショットの効果によりデッキ手札からバックショット2枚墓地を送り、相手のフィールドのモンスターを全て破壊、弾丸装填発射ファイア。よし強いぞ。でバックショットの効果と、バックショットの効果を発動。まあ相手のあれは発動されるな。あのなんだっけ、速攻魔法回収の効果はいいだろう。このターンで殺す。であとは未来竜王をなんとかすればいいだけなんですけど、まあサノスエレス、クルヌギアスか、トロイミアユニコーンか、フランベルジュで押し込むか、対象には取れるんでいくらでもね、あの未来竜王君は。なんであの処理方法はいくらでもあるんですけど、さあ食らえ。よし先輩これも強いぞ。そしてハルラ召喚現在をスネークアイの効果発動。ハルラをリリースしデッキからスネークアイエクセルを特殊召喚、効果発動。エクセルの効果によりポプロスの手札に加えていくぜ。ポプっていく。でポプテピピック持ってきて、でポプテピピックの効果発動。このモンスターを手札から特殊召喚、特殊召喚成功時効果発動。スネークアイジャガン、ジャガン神殿、あこれあれか、現在法スネークアイ、じゃあ反逆の財宝スネークアイでも押し込めんのか。普通に未来利用って、なんか未来利用弱そうだな今の環境。スネークアイ環境だとなんかこの魔法カードだけでしょられちゃうのちょっと弱いな。かフランベルジュかね、これちょっと若干の弱さ感じるけども、まあ一回ちょっと、あこれあれだな、サクリファイスアニマでもいけんな処理方法死ぬほどあるんだ。まあちょっと場所によるけど、サクリファイスアニマはだから処理方法死ぬほどあること分かったわ。で、ポップルス、いやこれバックショットさ置いたらもう一回500ダメージ入るんじゃね。来た、これこれこれこうだ、こうして、でさらに、スネークアイエクセルの効果によってバックショットを墓地に叩き落としながら、オークを特殊召喚で、やっつえめっちゃバーンできる。で、スネークアイポプルスを特殊召喚して、オッケー、ほいほいほい。さあしかも結構ムキムキ、ジャガン神殿あるから、ジャガン神殿あるからまあまあムキムキ具合がありますね。で、スネークアイオークの効果、フランベルジュドラゴンを墓地送って、そうですね、デッキから、まあこれワイトバーチでいいか、これトガ姫で多分フランベルジュ蘇生しちゃえばいいんですよね。フランベルジュじゃなくて多分これそのまんま、スネークアイワイトバーチ出して、まあ、一応リソースなんかで、墓地に置いといて、でトガ姫で多分蘇生して、で押し込んでの動きを多分していけば多分いけると思うんだよ。で、まあ、2体特殊召喚する、おいおい、結構ムキムキだから、ね、相手の盤面なんか反逆の財宝でしょったらもうこれだけで打点足りてんじゃないかって説あるからね。このデッキ IP かな、これは一旦 IP 使う。トロイミアフェニックスでバックワールドあるじゃん、つえこれも墓穴使わねえから、これワンドローしに行こう。ワンドロー、これマッチわかんねえ、あれさあれだっけ、トロイミアフェニックスでさ、これ割りたいんだけどさ、マイフレンド、マイフレンドってなんか破壊対策あったっけ、あんのかいちょこれちょ忘れんだよな、すげえ。これなんかさ影響とかで教えてくんない、コナミ君これ結構不親切なんだよなマジで。今破壊してワンドローだったのに、チキショミスったわ。まあいいわ、トガ姫、まあ耐性に行きはない。さあトガ姫の効果を起動し、よみがえれスネークアイズフランベルジュドラゴン、フランベルジュドラゴンの効果、フィールド上のモンスターを押し込むぜ。まあこれで相手ターンに未来竜をパクれるけど、あんま関係ないな、素材がねえから、ほい。まあこれで一応1枚ドローさせてもろて、うわっ、これでこうして1枚ドロー、あ弱い、打点足りてますね、8800、 OK、 バトルベースくらえ、つえボルカニックバックショットマジ強い
やばい、これ設定を後手も仕事するの最高。対戦ありがとうございました。あー一滴いいね、一滴いいんじゃない結構これ。これ一滴めちゃくちゃ強そうだけどな、このハンド。ブレイズキャノンマガジンで全部っぱある、これ一滴でブレイズキャノンマガジン捨ててから相手のモンスターを全て破壊する最強のムーブ、ムドラをもう捨ててね。だからロケットロケット召喚回収、バックショットで、ムドラとバックショット切りながら一滴打ってバックショットで全部破壊する、これだな。来た。まあちょっと初動引きだよ、ちょっときついな。ただスネークアイ初動がエクセルとか来たらちょっと迷うよな。ジャンクスピーダーやべ、ちょっと待って。でもいや一滴結構効くだろこのデッキ多分。盤面なんかやばいこと起きるけど、多分これ前の盤面だけっしょ多分。あのデッキもう最悪、手札めっちゃ投げ捨てるわ。なんか見たことない展開してるね。なんか俺の知ってるスピーダー展開じゃねえわ全然。アクセルシンクロスターダストはまあ知ってんだけど、赤気流ここで出てくる、なるほど。いやこれあれだな、ちょっと手札やつきちいなこれ。さすがにこんだけドローされるとハイパーライブラリアンの効果のドローがこれめちゃくちゃきついっすわ。黄金色の滝水、なるほどね。黄金色の滝水、回収シンクロオーバートップ、最強ロマンカードじゃん、マジえらい。これ最強ロマンカード爆破させるってこと、レベルションシンクロの効果、なるほど。あれですかね、原作再現カードと言われてます、シンクロオーバートップは。さあサテライトとハイパーでブラックローズ、これあれだろう、シンクロオーバートップ発動するためってことだな多分。これ全部パターン、これ多分。はい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 、ライフストリームだけは破壊から耐えて、でブラックローズが全部パされて、でシンクロオーバートップの効果起動して自分の墓地からシンクロモンスター山ほど出てくる。はい、なんか一体アクセルシンクロスターラストっていうの本当誰やねんみたいな、混ざってる大丈夫お前誰だよみたいな、シグナーリウモドキみたいなやついいけど大丈夫これ。これであれかな、シューティングクエーサーのアルティメットロマン盤面かなんか、えホイールシンクロンの効果使っちゃうのこれ。なんかレベル合わなくない ?5,6,7,8,9,9 だよ大丈夫。え9シンクロンが強いやついた、アーキティス、えやば、なんかドロめっちゃドローしてんじゃん相手、やばくないこれ。手札のチュチュ増えてるけどなんかユウセイくん、なんかユウセイくんのさ、なんか何リミットオーバーアクセルシンクロで見つけた答え、なんか全然知らないやつでできたけど、見つけたとブルーノっつって、これが俺が見つけた後から境地って言うから、アーキティスとか言うほど誰やねん出てきたけど、ちょユウセイくん、どこ行ってコズミッククエーサーとかさ、何コズミックブレイザーとかさ、シューティングクエーサーみたいなやつどこ行ったの、成功心理ストラトシフルみたいな、誰アーケですって、気学流アーケですって誰マジで。ちょなんかやばいことしてない、ひたすらにドローしてるけど、ちょっと待って何このデッキやばない、なんか全部掘り切ったけど、はどういうことやねんおいおい、ユウセリミットオーバーアクセルシンクロの使い方絶対間違ってるぞそれ。